はいどうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。おーいいねゲット。はい今回はね妖怪ガシャをやりたいと思います。コアタック後半戦でねガシャチケット交換できますので妖怪ガシャでも鍛えられるようなあれはないんだけど、まあね土妖怪少ないんでね、うどみを貝がゲットできたら超嬉しい。まあ無理だけどね。白虎ね、幻獣白虎をゲットできても嬉しい。まあ勇まし結構な揃ってるからな。はいということでそれやっていきます。で普段はねこの白虎のためにまあ群馬神を少しずつね強化したりっていう形で少しずつ少しずつスコア上げられるようにやってるって感じかな。はい。そしてね、更新情報ありましたね。メンテナンスで、8月9日金曜日、2時4時にメンテナンスあって、次回がね、ハイスコアチャレンジということで決まったようです。で、また新規ね、ガシャがあって、あとね、ちょっと興味あるのは夏休みキャンペーン完成準備ということで、またなんか集めて、もらえそうだよね記念コインとかねちょっとこれ楽しみですね。ハイスコアチャレンジはいいよね。ちょっと後で話をするけどでトピックスはね8月7日今日ですね公式生放送配信ということでツイッターでね意見募集してるようですよ。でね、スコアアタックイベントの交換報酬にもなり、あ、ビンゴカードね。そう。ビンゴカードね、忘れずに。で、ビンゴカードは一応今日のログイン分ももらえるということで、これね、今日、降臨場チケット10枚でかいよね。それとね、必ずゲットしておきましょう。ビンゴカード。はい。日付ついてんダセーななんかプログラムがダサく感じてしまう。はいじゃあやっていきますよ。でそろそろ金経験者はいいね。で次回のねハイスコアチャレンジはいつものやつですね。今回誰ですかね。七福神弁財天とかかなまだ残ってますよね。寿老人とかまあその辺かな。アメちゃんですよね。最近ねちょっと順位もね少しずつ良くなってきたかなっていうところなんですけど、まあ大体自分はこんなまあ繊維ぐらいな人間なんであれですね。大黒天とかあるんでまあ七福神が硬い。あと寿老人と弁財天とかその辺りだよね。であとは、必ずね、ロボニャ F 型を超限界突破できるのと、あとはね今回復刻でどうだろうな、ホテイソンできたら、前回はね、魔王支援と魔王支援だったんだけど、まあもう一回支援魔王支援かな。今後復刻は大黒天とホテイソン来てほしいな。でもちょっと早いか復刻がな。ちょっとそれかスザク復刻が来たら超嬉しい一応スザクもねアメちゃん妖怪だからね。このねアメイベントなんでね。ただまあ一応このロボニャ F 型とねプラチナ核ね全然育ってないけどプラチナ核もね超限界突破できるんで、あとはトパニャン持ってない人はねトパニャンゲットしてほしいなと思います。まあ、ロボ面剣とかね、あの辺も結構意外に役に立つんでね、楽しみにしたいと。もうでも、この、毘沙門天と、これか、福禄寿の復刻はないよな。だからまあ今回、弁財天か寿老人どっちでしょう。夏。わからん。そうだな。プリチー、弁財天。よしじゃあ弁財天。2分の1で外すかもしれない。よしじゃあ次は弁財天と見ましょう。はい、七福神だからね。主婦だと思いますけどね。どうですかね。はい。寿老人だとな、うすら影だっけ、うすら影が不気味だよな。はい、という感じで、ハイスコアチャレンジもね、まあ、ドロップ案件だからね、また、
今回みたいにね10トツは難しいと思うんだけど、まあ7トツだねいつもね、うん、頑張っていきたいなと思います。でスコアタックの方超級ね、ただいま396万39万6000点、メンバーはこれで落ち着いてます。うん、ただね絶対倒されちゃうんだよね、誰か生き残りがきつい。ちょっとね白虎のね攻撃力アップの時に攻撃ダウンをね当てられないとやっぱりちょっとやられちゃうかなっていうとこだな。あはい、であとはね薄らかげっぱにしても 20% アップでね、フィーバータイムで 20% アップでようやくこのメンバーの平常時って感じなんで、うん、この平常時のメンバーかなりいいかなと。で前回75万点ぐらいだと、うん、これっていいよね、順位が分からない。でも750、まあ、みんなまだフルでやってないと思うけどね。うん、そうだ、500位で50万点ぐらい、だから250位で70、そう前回750万点だから、まあ、まだみんなやってないと思うんだけど、うん、フルフルでどうしようかなっていう感じ感じだね。多分ねいつも75万点ぐらいだから、今回なんかギリギリレベル下がった、レベル下がった、みんなやめちゃったのかな。うん、自分はそこまで実力ないからね。なんか今回500位もしかしたらいけんじゃねえのっていうね、 3.5 倍まではいかないけど、まあ今ねでも普通に回っても302万とか行くんで、だから、まあ、3倍でも90万、3倍いかねえか。まあでも前回の75万は超えられると思うんだよな。そしてじゃあ先ほど言った通りね、ガシャチケットを交換してガシャ回していきましょう。ちょっとかっこよくね、かっこよくは別にねえか10連したかったんだけどちょっとね計算ミスっちゃって9連ですあ、そう、あとねこれを少しでもね、このメンバー少しでも強化してやれるようにね、鍛えてるところあるんでね、ちょっとそれもお見せしたいと思います。はい、ではねグマシン強化しましょう。やっとカゴスキルのね集まったよ、揚力アップカンスト大変だね、でもかなり揚力上がりましたね。うん、という感じでね少しでも強くして少しでもハイスコアね狙えて500以内になれるように頑張りたいなと思いますね。うん、白虎はね、10凸のままで、うん、まあまあこれはそうだな、500以内にね入れれば1冊だけね超限界突破の書がもらえるね、得ね。なのでまああとはね交換どんぐらいできるか、そろそろコイン2倍とか 1.5 倍とかが来ると思うので、この書をどんだけね交換できるかかな。まあ3凸目標かな。うん、3凸だな目標はな。結構ね白虎強いんでね、うん、自分としてはかなり強くしたいなと思うんですけどね。そしてここでもねビンゴカード交換できるので、今日の19時何分までって言ったかな、19時59分までに交換みたいなんでね、忘れずにやって必ずね3個でね臨むようにしましょう。で一応この8時だっけ、公開生放送が8時からなんで、それに合わせてねまた、うん、見ながら生放送というかね生放送を見ながら生配信っていうのをねやりたいと思います。一応ここにリンク先もあるんでね、ゲームからも行けるし、まあレベル5のねあそこで待ってれば20時から始まると思うんでね、待ちましょう。何やんだろうね、ビンゴ、あとまた妖怪選べるコインとかねあるのかなって感じだよね。うん、はい、そしたらね、ガシャ行きましょう。お待たせです。じゃあ、運を下げてからやるか。OK、しどろもどろ。じゃあね、ボーボーだ。バーバーね。行くぜ。
前回ねこれくれたんだっけ、消去も8月9日なんだな。なんか群馬神も次回のアップデートで新しくなるんだな。なるほど。さあじゃあ行きましょう。9連なんです。10連がいいで。ちょっと待って、中身見てから荒らして。調整 1%、 調整はどれが出ても嬉しい。厳重白虎 1%、 今更出られても強くできないから困っちゃうけど、まあまあまあ持ってないのか。10突してるやつ。リーフ陣も今更出られても困る。行きましょう。 GO! ウィスパーにぶち当たれ。当たったよ。今更出ても困るんだけどな。嘘。万歳万歳。キャー、小生ではないけど金だ。キャーどうしよう。10突のやつ、そっちの10突じゃねえんだよ。そっちの10突じゃねえんだよ。好変化しときゃよかったな。全部10突してるやつ。さあ来い。何ですか。オロチ臭でした。マイルめっちゃ溜まった。限定マイル交換所2000マイル。2000マイルじゃ何もできないぜ。2000マイル結構いいけど何もできないぜ。経験値はいっぱい買えるか。2000マイルじゃ何もできないぜ。なるほど。ということでね、皆さんどうだったですかね。私こんな最終3日前ぐらいにやったってしょうがないけど、オロチがめっちゃ強くなったけど全然レベルが、なんか雷イベントが来る。どうですかね。はい、という感じで、まあまあこんなもんだよね。今更出ても困るし、よかったんだと思いましょう。はい、群馬市もね、5枚。これはもう消去も諦めて次回にしようかな。ちょっとそこはまた考えましょう。なんかね、ほんと最後の確率アップなくなっちゃったんでね。はい、そうだ、あとね思い出した、高難度チャレンジが、そうそうそう、コメントで教えてもらったんですけどね、ここで必勝の出ましたよね。私ちょっと周遊ぐらいしか45秒以内でクリアできなさそうなんですけど、なんかね必勝のいいよね。周囲の時ちょっとお見せしたいなと思うんですけど、これ楽ちんでいいよね。かなり時間かかってたからね。必勝の手形が役に立ちそうですね。必勝の手形が高難度チャレンジでも使えるっていうことでね。これキャンペーンはいつまでやるんだろうな。もう今回で終わりかな。はいはい、じゃあガシャやりましたけど、最後ちょっとねつまんなかったんで、スカウトチャレンジやりましょう。ワルノリンがねレベルがまた到達したんでやっていきましょう。結構ねもうワルノリン卒業された方もそろそろぼちぼち出始めて、私もあと3回ですかね。8、9、10、早く卒業したいぜ。ワルノリンな、あれ今チップスやったよな。次がもし弁財天だったらプリチーだよな。不思議ニョロロン、まあほぼほぼ七福神だと思うんだけどね。どうなることやら。サボり効くんだね。いやー、ジロージンと、もうそれしかいないな。七福神7体。4体。4体は出てくるけど、もう1体は出てこねえな。毘沙門天、ジロージン、大黒天。やべ、倒せね。倒せるか。さあ、夜カップ。いやー、
あーやべ倒しちゃったさあ来い、やったぜ、やったやった。いや最近ワルノリンディって高い、俺ももうすぐ卒業したい。ワルノリンゲット発突ですね。これでレベル90までかな、強くできるね。はい、ということでね、今回ガシャとか次回のイベントとかねやっていきました。あのライブね、あのありますんで、ビンゴね楽しみに待ちましょう。ちゃんとねログインしないともらえないんでね、8時前にログインしてね今日の分もらうようにしてください。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらスコアタなんとか500位頑張ってみたい引き続き頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。